北海道150年です。がっかりとは言わせない、毎年20万人が訪れる観光スポット、時計台の知られざる魅力に迫ります。時には祭りのシンボルに、時には図書館や裁判所としても使われていた札幌市時計台。クラーク博士が初代教頭を務めた北海道大学の前身、札幌農学校の演武場として1878年に建てられました。こちらが当時の写真。あれあれ、時計がない。黒田長官が札幌の市民にも正しい時刻を知らせなきゃならないということで、時計塔をつけなさいということで指示があったわけですね。アメリカの業者に時計を発注したんですが、届いてびっくり、大事件が起きたんです。とてもこの鐘楼の上中に収まるような時計機械でない。そのためには20メートルものですね、高さ20メートルもの時計塔をもう一回作り直さないと時計が据え付けられないということが分かったんですよね。およそ3000万円をかけて1881年につけられた時計。以来136年間時を刻み続けてきました。重りが下がる力を使って針を動かし鐘を鳴らしています。重りは豊平川の河原で拾った小石です。石は取り替えてません。週2回ですね、重りの巻き上げをしております。できてから6回ほど行われてきた大改修。1995年からは6億円をかけて耐震工事や内装工事などが施されました。工事にかかった月日は3年9ヶ月。その間、時計台の姿を見ることはできませんでした。あれからおよそ20年、来年6月からは外壁の塗り替えなどが行われ、時計台は5ヶ月間休館します。残念ながら見れなくなるんですよね。来年がちょうど時計台の創建140周年になりますから、ぜひその色直しした時計台をですね、見に来ていただければと。で、中でクラーク博士も待ってますので、ぜひ来ていただきたいと思います。